気の底力、今日も堂々勝利の大行進。空を焦がした真っ赤な炎は正義を守る篝火だ。弱い相手はもう飽きた、強い相手はどこにいる。我ら最強、我ら最強、最強マシンロボ。我ら最強、我ら最強、最強マシン。ビッグシャトル、準備 OK だ。よし、宇宙遊泳を楽しみに出かけるぜ。ロム兄さん。緊急救難信号を受信したロムたちはビッグシャトルに乗って現場に向かった。ジェット、救難信号の出所は見つかったか？もう少し先の宇宙の墓場から発信されているようだ。宇宙の墓場？遭難した宇宙船なんかがいつしか集まってしまった場所さ。スクラップ置き場みたいなもんだな。前方に大きなエネルギーの流れを発見しました。何？なんだこいつは。ビッグシャトル、拡大して見せてくれ。ダメです、映像化不能です。ってことは目に見えないってことか？そんなバカな、もう一回チャレンジしてみろ。隕石雨だ、ビッグシャトル、進路を変えろ。逃げ切れません。消えた大寒風。とうとうロムもくたばりよったか。なんだ、違うの。たとえどんなに巨大な悪が存在しようと、この星々の中ではちっぽけな塵に過ぎない。悠久の時の流れと果てしなき広がりを持つも、人それを宇宙という。誰だ。貴様らに名乗るのはない。真空中心拳、真空蹴り。ただのスクラップだ、誰か操ってんな。久しぶりだな、ロムストール。その声はグルジオス、生きていたのか。言ったろうが、アイシャルリターンとな。約束通り俺は帰ってきたぞ。グルジオスか。奴が宇宙の墓場から怨念を送ってきよ。まさか、奴はミニブラックホールに飲まれてこの世から消滅したはず。生きておる。何やら土産があるらしい。迎えに行ってやれ。ガデッサ、ディオンドラ、お前はこの星の奴らが建設中のバトルベースを何としてでも叩き潰すのじゃ。よいな。ガデッサ。ガデッサ様への悲観の土産は貴様らの死体だ。スクラップ、どうなっているんだ。
勤労よ。ハイフォーメーション。どうだ思い知ったか、俺たちの底から今日も堂々勝利の大行進。ドラを焦がした真っ赤な炎は正義を守る光火だ。弱い相手はもう飽きた、強い相手は。ロムの意志を受け、堅牢が空中で光となると、時を超え次元を超え、ファイルフォーメーションは完成する。バイカンフーは地上全てのエネルギーとシンクロし、自然現象さえも変えるパワーを出すことが可能となるのだ。バイカンフー、バイカンフー剣山おざくは、バイカンフー、ここは宇宙空間だ。無重力では貴様の天空中心剣も役に立つまい。おのれ、どっけろ。貴様をこの墓場の亡者たちと同じ鉄くずにしてやる。逃げろ、ジェット、フロタッチ、バイカンフ。このままでは全員やられてしまう。一旦退却するんだ。しかし俺のことは構うな。早く行け。行くんだ。分かった、きっと助けに来るからな。貴様らも鉄くずにしてやる。いかん、てやミサイルが。て、余計なことをしよって。まあ良いわ、ガデス様への土産はできた。ついにクロノス星に着陸したギャンドラーの要塞母艦を迎え撃つために、ジェット族、バトル族、クロノス族は一致団結して、バッカスシティの西、ソードウルフの丘にバトルベースを建設しようとしていた。あ、レイナちゃん。まさか、ロム兄さんの身に。どう、兄さんに限って。あ、お嬢様。浮かない顔しているわね、レイナ。ミンさん、あなたの兄さんに約束した通りやってきたわよ。勇敢な戦士たちを連れてね。ロムさんは？それがどうしたのさ。ミンさん、今レイナちゃんにロムのことを聞くのは酷だよ。どうして？ロム様たちは行方不明なんです。え？兄さん、一体どこへ消えてしまったの？早く帰ってきて。行かないで、兄さん。レイナ、なんだかとっても不吉な予感がするのよ。お願い、予定を中止して。またレイナの予感か。ねえ兄さん、私の言うことを聞いて、お願いだから。レイナ、俺も死ぬのは怖い。本当は逃げ出したいくらい怖いんだ。だけどまだやらなくてはならないことがたくさん残っている。それを片付けるまでは決して死んだりはしない。だから安心してこの基地を守っていてくれ。安心なんかできないわ、兄さん。レイナ、話は聞いたわ。でも落ち込んでばかりじゃダメよ。だって私不安で。不安なのはみんな同じ。バトルベースを建設して、これからギャンドラーと対決していこうっていう時に、指揮を取るべきロムがいなくなるなんてことは。ロム兄さんはいなくなったりしないわ。敵襲、非常警戒態勢に入る。敵襲、敵襲、非常警戒態勢に入る。キャスモドン、ファルゴス、
奴らの基地はまだ完成していない。防備の手薄なポイントから破壊するのだ。ガデッサ、いけねえ寝過ごした。コイキャンドラども、ロッドドリル参上。あ、ドリルさん、バトルベースの滑走路がこのままでは占領されてしまいます。うわ、よっしゃ、わかった、任せとけ。くそ、これじゃロックコマンダーを使え。ブレーザーカノンを食らえ。撃て撃て、どりゃ、うわ、そーら、命を捨てたい奴らは食らえ食らえ。いや、一旦下がれ。おお、ギャンドラーは総崩れだ、今だ。どうだ、ドリル様の力を思い知ったがってんだ。あ、あれはビッグサトルだ。宇宙へ行っていた兄貴たちが帰ってきたぞ。お嬢様、ロム様のご帰還です。ロム兄さん、傷ついてるようですね。私も滑走路に行きます。ジム、お願い。はい、お嬢様、行きましょう。あの死に損ないを叩き落としてしまうのだ。ガデッサ、俺たちに任せてください。俺の回転のこぎりでギザギザに刻んでやる。おお、ヒラリーウィングをやられた。あれには俺の兄貴も乗ってるんだ。みんな助けてやってくれ。ここは俺たち Z 族の出番だぜ。みんな行こう。おう、 Z。 うわっ、それ俺たちも。みんないいってことよ。よくない、攻めて攻めて攻めまくれ。うわ、なんだ、援護しろ、逃がすな。うるさい奴らだ、一時撤退する。よし、引き上げていくぞ。おかしい、いつもならバイカンフが現れる頃だが。バイカンフなら現れん。その声はグルジオス。バイカンフはわしが宇宙の墓場に葬った。奴をおびき出そうとしても無駄だ。まことか、それは。私に言ったじゃない。やっとのことで俺たちは脱出したが、俺たちを
逃がそうとしてロムは。嘘よ。ねえジェット、ロム兄さんは、兄さんはどこかに隠れてるんでしょ。そんな、そんな、お嬢様、そっとしておいてあげなさい。ロム兄さんは今まで一度だって私との約束を破ったことないわ。レイナ、心配するな、きっと戻ると約束するよ。約束したんだもの、きっと帰ってくるわ、きっと。グルジオス様を連れてまいりました。グルジオス、どこにおる。ここに、ここにおります。ガデス様、気色の悪い集め。バイカン夫を倒した褒美をやろう。何を所望する。はあ、ハイリビードを獲得した暁には新しき肉体をお与えください。よかろう、覚えておくぞ。バイカン夫という邪魔者がいなくなった今、奴らを叩き潰す絶好のチャンスです。総攻撃のご命令を。よかろう。このバトルベースは傷ついたマシンロボたちを素早く修理する機能を持っている。グルジオスによってスクラップ同然にされたビッグシャトルもすぐさま修復されていた。どこに行くつもり。ミン、行かせて、お願い。レイナ、あなたの気持ちはわかるけどね。腕づくでも行くわ。いいえ、行かせるわけにはいかないわ。危険の真っ只中へ、おてんばさんをたった一人ではね。え、私も一緒に行くって言ってるのよ。ミン、あの子たちを行かせるのか、プロトラック。止めても無駄だったろう。お前もだんだん分かってきたな。さあ、バトルベースの完成を急ごう。ああ。兄さんはこの空のどこかに。きっとレイナさん、ミンさん、ロムさんはまだ見つかりませんか。まだよ。これだけ探しても見つからないところを見ると、やっぱりロムさんは。あれは、兄さんだわ、ラム兄さん。あ、レイナ待って。私も行くわ。あの光るものは何。え、宝石超人の一人、ダイヤマンさ。あ、兄さんが助かったわ。やっとわね、レイナ。再起第一戦だ。華々しく勝利を勝ち取るぞ。ガデス様、グルジオスのやつ、
他人の体に乗り移る能力を身につけるとはどこまでもせこいやつよ。ディオンドラ殿も体を盗まれないようにお気をつけることですな。奴らは正面から来るぞ。こっちにロムがいないことを知ってるんだ。俺たちを舐めるとひどい目に遭うってことを教えてやろうぜ。おお。天空神剣かまいたち。ジェットよ、懐かしいぞ。これはブラックホールのお返しだ。暗黒地獄拳くらえ。そんなバズーカ砲など見切ることはたやすいわ。くそ、こいつがなければ何もできない。なんだあれは。バイカンフー、死んだはずでは。お前のような極悪人がいる限り俺は生き続ける。おー、立ち去れ。さもないとまた暗黒空間に行ってもらうぞ。今日のところは引き上げん。だが貴様の首俺が必ずもらうからな。一体宇宙の墓場で何があったんですか？聞きたい。意地悪しないで教えてくれよ、レイナちゃん。私が教えてあげるわ。グルジオスにやられてスクラップ同然だったバイカンフーが宝石超人のダイヤと接触した途端蘇ったのよ。あ、もう私が言おうと思ってたのに。なんだ、レイナちゃんが助けたわけじゃなかったんだ。終わるございますとはね。宝石超人とバイカンフーにはどういう因縁があるのだろうか。ハイリビードの謎を解くといわれる4つの秘宝と宝石超人、そしてバイカンフーのつながりとは。その秘密を解き明かし、ギャンドラーを倒すその日まで負けるな、ロム。戦え、剣竜バイカンフー。宝石超人はダイヤマンの他にあと2人、ルビーマンとアンバーマンがいる。しかし彼らはマントデビルの洞窟に閉じ込められているのだった。ギャンドラーが彼らを狙っている。ダイヤマンに助けられたお返しだ。彼らは何としてでも俺が救い出すぞ。次回、マシンロボクロノスの大逆襲、宝石超人の秘密。闇を操り心を蝕む者たちよ、俺は許さん。